始まらないなと思ったら急にはい5秒前って来てからおいっていうなんか豪からってすごく豪から来ましたけどね。あのアイもインスタでおっしゃってましたが3年ぶりね、なんかそんな立ちます、ね、そんな感じしない。私が司会やらせてもらったのはあのファンクラブの皆様向け の, あのライブのそんな前のゼップダイバーシティかなんかの客席に そうかありましたね。勝手に私総口さんに毎年会ってると。いやいやすいません近所のおじさんみたいな親戚のおじさんっぽい感じありますけども、だから私今日今からご紹介するメンバーの皆さんも初めましての方もいらっしゃるんで、そうですね、そう、だからファンの皆さんにもその辺のキャラクターなんかも伝えればいいなと。まさにあのツアー直前ですからツアーの話もたっぷり聞いていこうと思ってます。はい、改めてダンサーズ&コーラスメンバーの皆さんもよろしくお願いします。お願いします。もう完全にガヤ感が出てますよ、なんかね、あのみんな緊張してるんですね。もう慣れたもんですか。僕はもう慣れました。いやいや一番緊張してるじゃないですか今だって毎回出てるのにね、なんで今日総勢浜崎さんも入れて14人の方と一緒にお送りしてまいりますが、じゃあ一人一人じゃ あの紹介しますんで一言挨拶してもらっていいですかね。はいはい、はい、いきますよ、いきますよ、はい、じゃあまずはジンさんから。ジンさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はいっぱい喋りたいと思います。じゃあスバルさんお願いします。一言なんか一言、ジンさんに負けないくらい喋りたいと思います。出たイエー。カズムさん、はい、やばいって、なんか一言ニクニクしてます。いいですね、はい。トモキさん、はい、あ、セキさん、はい、一言なんかこう一言。緊張してます。そうなの。そしてペイさん、はい、ペイさん、あのカメラに向かって一言ご挨拶お願いします。いっぱい喋ります。おやった、おやった、ペイさん。そしてヒカルさん、はい、ヒカルです、お願いします。いい笑顔、いい笑顔。リーさん、はい、お願いします。なんか一言。緊張しないように頑張ります。よろしくお願いします。さとみさん、あ、ごめんなさい、みどりさん、みどりさん、いつもありがとうございます。一言ご挨拶、はい、楽しんでください、お願いします。そして改めてさとみさん、はい、よろしくお願いします。あ、ちょっと顔が一言、はい、お願いします。そして伊勢さん、はい、伊勢さん、お願いします。伊勢さんも一言。はい、緊張しないように頑張ります。伊勢さんさっきまで寝てたよ、ね。え？お前？え？気づいてましたよ。寝てましたよ。ちょっと油断してたな、お前。そして、リサトさん、リサトさんは、あ、ね、はい、お願いします。したことないか。緊張してるのであんまり変なこと言わないように頑張ります。ちょっと危ないですね。ありえますね。ね、だからペイさんは私初めましてじゃないですかね。ペイさんは初めましてですよね。はい、ペイさん どんな方かってちょっと皆さん教えていただいてもいいですか。どんな方？キャラクター的にはどんな人？なんでしょうね、なんかこれうちらすごい仲悪いみたいじゃないですか。いやそんなことないけど、普段全然お互い知らないみたいじゃないですか。まあ、で、まあ、言うても僕らはまだ半年ぐらい。あ、そうですよね。あ、まだ今いろいろ知りながらっていう感じで、踊りながら知りながら、はいはい、そうね、まあ、分かりづらいね、あのリーとかもそうだけど。あ、そうですか。なんかこんな感じってまだ断言できなくて、うん、まあ確かにそうですね、なんとなくこういう人柄は分かってきたかなぐらいで、うんうん、だけどなんかリハ中に、うん、あ、こういう側面もあったんだみたいな、うん、ちょっとなんかまだ定まってないですよね。ヒカルはなんとなくヒカルはもう見たまんまですね。ヒカルさん見たまんまの感じ、見たまんまです、はい、あと、リサトさんも私多分初めましてじゃないかな、ね、リサトさんは どんな感じの方かというと、私の中ではすごい面白いなんかちょっとひょうきんな子なんですけど、多分クールなイメージがある人もいるんじゃないですか。最近ちょっと天然だなっていうところにちょっと気づき始めてますね。例えばなんかこんなことあったとかなんかありました。なんかあの、まあ、あゆちゃん含めみんなのこうグループラインがあるんですけど、はいはい、まあ、そこでこういろいろやり取りしてる時に、はい、なんかありがとうございます、よろしくお願いします、なんとかみたいな、なんか全部締めの言葉でなんかこう終わらせるみたいな。どういうことみたいな。あと2回ありがとうございます、ありがとうございます。すげえ感謝してんねみたいな。まあ丁寧なんだけどっていうね。ちょっと不思議なところは。まあ、個別で全部締めくくってますね。すごいね。意外に天然ですねみたいなね。なんで今日はあの
皆さんに私も振ってきますけど、自由にどんどん喋っていっていただければというふうに思います。さあ、あのメッセージどんなの来てるか、まさきさんがちょっと見えます、あまりのなんかスピードに。ちょっと読めるものが何かあれば、カズマっていうなんか叫びみたいなコメントだけさっきちょっと見えましたけど、トモヤさん、アイさん、ミーさん、ヨンちゃん、ああいうかわいい、早い早い、見てる人のスピードがすごいことで、すごいまた読み始めると皆さんね、読んでくれるということで、ほらうわーってまた今、まあ、大体名前ですね、ね、あい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 とかね、はい、はい、あのよかったら質問なんかもいただければ皆さん、あの直接浜崎さんにぶつけて読めます、読めるところがあればあればあれば、はい、送っていこうというふうに思っております。さあ、いよいよツアーも近づいてきました、はい、あの今回のねツアーについてお話伺おうと思うんですけども、ツアー初日があの5月1日という、はい、新元号令和を迎える日、はい、これ完全に狙ってます、これ。そうですね、ぴったりですもんね、まあ、はい、その日に始めたいなっていうことで、あのスタッフさんたちと進めてきました。うん、なんかでも改めて今回新しい元号とか発表になると、まあ、発表になる前はどうなんだろうと思ったら、意外にすごくいろんなものが新しくなる感が、そうですね、すごいですよね。やっぱりなんかちょっと発表前そわそわしちゃった、うん、そうですね、なんかちょっとワクワクも ね、 ね、うーん、でもあのファンの方からすれば、あの今回のそのコンサートツアーが浜崎あゆみさん史上一番長いツアーになるっていう話なんて、はい、あの今発表になってるの多分ここに出ると思いますけど、はい、5月1日の千葉から始まって、今までのところはあの8月の山形までが発表になってて、ここまででも24本あるらしいんですけれども、はい、それでも普通のアーティストからしたら、まあ、あの1回のライブの量だと思うんですけど、来年まで続いていくっていう。そうですね、トラブルツアーはもう、はい、39公演終わってるので、うん、だから40公演目からっていう感じになるんですね、5月1日が。だってまず2月43本53だって今ここから発表されてるの含めてですか、うん、誰か計算できるやつ63 計算誰か63で10がくらいだって2月21日に沖縄でまあ一旦終わって、うん、はい、ですぐに4月6、7がその21周年のがあり、はい、だってそれが4月6、7ですよ。そうですね、2週間前ですよ、はい、だって2月21日と4月6、7全然内容違ったじゃないですか、はいはい、で今度また違いますよね、はい、なんでそんな無茶苦茶なことをするそんなことやる人いないでしょ、どう考えても。総理さんもっと言っていただいて誰か言った方がいい、ジンさんとか言った方がいい、普通は無理だから、そういうのっていう。いや、なんか本当にあの今回のライブのこう、まあ、いわゆる中身を開いた時に、はい、新しいね、だいぶ新しいね、やっぱ言語も新しくなるし、これ内容も新しいねっていう、いだからすごいなと思って、逆にそこまでこうこのテンポでいろいろ新しいことを考えるっていうのもすごい大変だと思うんですけど、はいはい、やっぱそれを考えてるんだなと思って。うーん、結構なんか懐かしい曲とか。そうですね、なんかね、あ、うん、この順番でやったことないみたいな。そうですね、それはすごいもう僕らも意外に思ったというか、ですよね、こういう流れだという内容になってますね、うん、なんかリハやりながら、うん、あのその自分の作った構成で合ってるのかなっていうちょっと答え合わせみたいなのをさせてもらいながら、新しい発見がなんかあったりとか。うん、どうした、なんか気になった。いや、まずね、ティミーさんとヨンエンさんをさっき紹介するの忘れてたって今気づいた。なんか、あ、そうですね、ごめんと思って今ごめん、あの失礼しました。ティミーさんよろしくお願いします。ごめんヨンエンさんもよろしくお願いします。コーラスの二人、すみません、よろしく改めてごめんなさいね、ごめんなさいで、今までのところまた一回その4月6日でリセットしたものをもう一回組み直して。そうですね、はい、4月6日7日の埼玉でなんかその勉強させていただいたことももちろんあの反映させてるんですけど、割と新しいよね。そうですね割とっていうかほぼいや、もうそういうの言った方がいいですよ、そういうの。そうですね、でもそれ見た瞬間にどう思いました。わー、これはまた一から改めてっていう。いや、もう本当になんかね、それこそ頑張ろうって思って慣れてる感じはあるんですけど、はい、その
若者たちが、若者たちがよくついてくるなっていうのがおじいちゃんだね、もうねいや、すごいなと思って、あのよくついてきてくれるなっていうのが、え、じゃあ若者代表で誰か、今の時点でどんな感じかと、誰いきますこれ、りくん、りくん、りさん、どうですか、どうなんですか、すごいですどうした、目がシャッとして目がちょっとやろうとしてることが、はい、すごい想像以上な感じです。これ毎回ジンさんとかもあれですけど、 ここまで頑張ってなんとかやってできたってなったら次またそれ超えてくるっていう、そうですね、だからいつも本当に、まあ、リー言った通りで愛ちゃんの発想は僕らの想像を超えてくるんで、まあ、とりあえずそれに食らいついていくので、うん、毎回精一杯のところ、なんで浜崎がそんな不思議そうな顔するんで、そんなだっけみたいな、そういう風に、そうですよみんな頑張ってついててあれそんな感じだったんだっけみたいな、そんな無茶振りしてるみたいな感じじゃないのにみたいなね、うん、ね、でもなんかその今回のその内容新しくなってると言いつつも、なんかこうどこがやっぱつながってるなっていうのが、その過去のものから新しいものになりつつ、なんか芯がつながってる感じはやっぱりあるなっていうのは、それも多分きっとあやちゃんの中で計算というか、まあ考えられてできた新しいこう内容なんだろうなとは思いますね。あの浜崎さん、言える範囲で今回のツアーの見どころとかっていうのは、まあ具体的なことは言えないかもしれませんけど、見どころ、はいはいはい、そうですね、まあ、ベースは私が作ってるので、今仁さんが言ったようにその、はいはいはい、まあ、あのいい意味で変わらない、うん、あの部分っていうのもステージに残しつつ、うん、今回のステージは仁さん、スーさん、うん、あとカズマと B の4人にあの振り付けをお願いしてるんですけど、こうブロックで割り振っていて、うん、なんかそれぞれの味だったりなんかこう色だったりなんか匂いがすごく個性的に強く出るといいなと思っていて、なんかそういう作り方をしているので、やっぱり私一人の頭よりも2個も3個も4個も集まった方が私自身見えない景色も見えてくるので、作っていてすごくあの楽しいですね。だから作っている側が楽しいっていうことはきっと見てくださる方たちも楽しいだろうなって思います。私が不安な時は、うん、やっぱり見に来てくれるみんなも大丈夫かなって思ってると思うんですね、うんうん、なので、うん、私が今楽しいから楽しいと思う、うん、終わりみたいな今割り振ってあるって話ありましたけどね、そういう、まあ、その振り付けの部分もあってね、ブロックに分けてっていう、まあ、はい、曲ごとにってよりはなんかこう、まあ、喜怒哀楽みたいな4ブロックがあるとしたら、まあ喜怒哀楽っていうこう風に4人に分けて作ってもらってる感じですね。誰が喜とかはそれはあるんですか？はなんかあのあえて説明していなくて、本人に、浜崎さんの中ではなんとなくあるんだけど、そうですね、はい。カズマさんどうなんですか、その今リハーサル僕の部分やってないんで、あ、そうなんですか、これからっていう感じなんですけど、先に今3人のやってるのを見ていて、それぞれの色があるなっていうのは、もうそれも考えながら、まず僕は僕のシーンでいいものができればなって思って、改めて仁さんどうなんですか今、どんな感じにこう、まあ、あの僕的には、まあ、一応まあ大枠は僕のブロックは作ったんですけど、でも多分そのまた全体ができた時にそのできた部分もきっとまあ愛ちゃんと話したから、こここういう感じだからこういう風にもうちょっと直していこうかって話がきっとこれからも出てくると思うんで、まあ、まだ完成はしてる全然状態ではないので、骨組みができたっていう感じですよね、きっと。で、しばらくさんどうなんですか？そうですね、本当にバランスを最後の最後、本当に幕があるギリギリまで考えてくれるんで、嫌味とかじゃないですよ。なんかいい、なかなか、なかなかじゃない。いや、ギリギリまで、こいつは変更する。そう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 。で、あの、そんなのは。こだわるのは大切なことです。大切です。ギリギリまで少しでもさらにいいものにしていこうっていうね。なんで、本当に。この横で見られると喋りづらいですよね、あの大きな目で。すげえ汗かいてきた。あいちゃんのこと俺らこういうこと言ってるよ。まあ、あいちゃんめっちゃいい人ですよ。そうですよ。いや、そらそうよ。だけどやっぱ仕事にはも妥協ないから。まあまあそうですよ。それは間違いないですね。本当に。
作り上げていく中でどんどん変化していくっていうのが本当にまだまだ分からなくて、多分だから初日が明けてからもこうなっていくことで、怒ってないです、怒ってない、文句じゃないです、クレームじゃないです、じゃないです、すごいなと思って。そうか、なんか初日明けたら逆にもっとこうしていこうみたいなのもなんかいろいろ変わっていったりするってことですよね。ラグビーに向けてどん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 お客さんのリアクションとか大きいですよ ね、 大きいです。こう伝えたけどこれなんだけどうまく伝わらなかったねとか、だったらもっと伝わるようにちょっと持ち替えてみようかみたいな、ね、はい、じゃあ改めてリーさんもどうなんですか。自分今回初めてそのポリスをやらせていただいて、ね、うん、今まで振りをダンスの振りを作るっていうのしかやってきたことがなくて、あで、まあ、ライブはその物を使ったり映像を使ったりっていうお客さんを盛り上がらせるっていう感じの部分でなんかすごいそうあゆさんになんかいろいろアドバイスいただいたりして一緒に考えさせてもらって、やっぱあゆさんも想像力というか構成力がすごいなって思いました、うんうん、横で今笑顔でヒカルさんがねもうあ分かる分かるそうだ、うん、その通りみたいな顔してましたけど改めてもうヒカルは埼玉ちょっとお休みしてたんで、あ、はい、ということはそうそう、うん、久しぶりにまたみんなで、うんうん、どうですか今までのところリハ。いやだから結構なんやろう、まあ頑張らんって感じなんですけど、久しぶりまず意気込みをね、まあ、まず意気込みを、はい、まあ、すごく毎日刺激的な、はい、日々を過ごしてます、刺激もらい刺激もらって、まあ、楽しく、うん、はい、リハに挑んでます。あなんかヒカルはその1回お休みして、はいはい、で客席から、ね、ステージを見るっていうのを埼玉でして、そういう時って浜崎さんって絶対見つけますよね。なんか見つけます、見つけます、ですよね、はい、私も一回遊戯第一で普通にまあ、関係者席で見てイエーイなんて言ってたら、それからしばらくして会った時にあの時関係者席いましたよねって言われてどれだけお客さんのこと一人一人見てるんだと思って、だからファンの方のことも一人一人多分、ね、見えてる。でその時じゃあヒカルさんがずっとあ見てる見てる、そうですね、まあ、なんかどんな気持ちで見てるのかなっていうことを思ってましたね。私は、まあ、ないですけど、やっぱりなんかそのそれまで自分が立てたステージをお客さんとして見るっていう気持ちがなんかどんなものかっていうのが想像つかないので、純粋にこうすごい楽しいっていうのもあるだろうし、あとはやっぱりなんかこう自分がそこにいないっていうことに違和感だったりこう複雑な気持ちになったりする瞬間もきっとあるんだろうしって、みたいなことをステージから光を見て思ってましたそんないろんなこと思ってました。ちなみに光さんどんな思いでそのステージを眺めてたんですかその時。いやまあトータルやっぱり僕昔からすごくライブ行かせていただいてて、うん、で、まあ、やっぱりこう憧れのところだったんです、うん、で、まあ去年の A ネーションから参加させていただいてて、でツアーも参加させていただいてたんですけど、で、まあ、客席から見せててやっぱりかっこいいとか、うん、こうやっぱすごいなとか、うん、演出細部の部分までこだわってるのがすごく伝わって、うん、やっぱり間違いないんやっていう、ここを目指してた部分はここじゃなく、うん、ここで間違いなかったんやっていうのはすごく思いましたね。でもやっぱり嬉しいですね、いなかったのはちょっと複雑、うん、そうだよね、まあ、その分今回のねこれからのツアーにつけていくっていうね、はい、ペイさんどうなんですか。ペイさん、はい、今までのところのリハーサル、今まで、はいはい、今まで自分が経験してきたものが全部覆されるよう な、うん、なんか毎日新しいものに挑戦しているし、それを積み重ねなきゃいけないっていう部分ではここがプロの世界だなって毎日思って、うん、浜崎さん、はい、何を今、いや手前のトモキがなんか何考えてんのかな今何も考えてなかった。無でした、ね、そんなことある。いや順番に行きますよみんな、パフォーマーも行きますよもちろん、もちろん分かってそれ理解してるけど、うん、まあ顔は見てましたよ自分のね変な顔してる
映ってるからね、生放送で油断しないですね。まずダンサーのことリサートさんどうなんですか今までの。とにかくこうすごい先輩方すごいしかっこいいので自分がこう足を引っ張らないように毎日必死なんですけど、でもこの現場でずっと育てていただいているというか、この現場でもっと成長していけたらなって毎日思ってやってます。じゃあグイーッと来て、じゃあ伊勢さんどうですか。はい、まだ声入って3年、4年目ぐらいですね、はいはい、雑だ3年、4年3年か4年ぐらい4年はちょっと間違えてきてどっちが正しいですか。4年ですか、4年ですか。けど、はい、最初入った時も確かにちょっとついてがむしゃらについていくしかないっていう思いで私来たんですけど、うん、去年から新しいメンバー入ってなんかしっかりしなあかんなっていうのと、でもやっぱ作られてるものに必死に食らいつくっていうのと、まあ、でも負けたくないっていう、でも仲間だからこうちょっと葛藤もありつつ、でもなんかみんなでこの一曲一曲作ってる時がやっぱ幸せやし、それを見に来てくれる人に会えるのも幸せやなと思いながら日々一緒に過ごさせていただいております。いや今俺ちょっと俺泣くのかなって私も思ったの。伊勢泣くな、泣くな、泣くなよ。しかも泣くっていうのも感動するじゃなくてなんか緊張して結構って結構って泣くパターン。危なかった危なかった。感動セーフです。伊勢さんはすごい新しいメンバー入ってきて変わったっていうかね。それ僕も感じます。めちゃくちゃすごく安定してるというか、やっぱり下の方がこう来るとやっぱ自分がねしっかりしなきゃいけないと思うんですけど、そうじゃないですかね。なんか全体的に、うん、すごくいいなって思います。なんかこの三者面談感なんですよね。成長しましたみたいな。じゃあ後ろに行って、じゃあみどりさんどうですか今。毎日ものすごいスピード感で、進んでいっていて、私ちょっとここにさせてもらえることが長いんですけど、毎日毎日なんかちょっと慣れるいい意味で慣れないっていうか、新しいことがどん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 起きて、で、まあ、新しい若い子たちからもたくさん刺激をもらって、私たちも私も一生懸命それに食らいついていって、一緒にマッシュアップしていけたらなと思って、多分あゆちゃんのライブは、聞くだけじゃなくて見るだけじゃなくて、一応こう一緒に体験できるような今多分ライブにしていこうっていう感じがすごい私自身はあゆちゃんから感じられて、皆さんのためにこう一緒に楽しめたらっていう感じが自分で感じられてるので、自分ももう楽しみつつ、で、精一杯バックアップ、みんなで協力してバックアップしていけたらなと思っています。なるほど。みどさんからマッシュアップって言葉出る。横文字でしたね。みんながちょっと一瞬と、ね、気になりました。忘れました。パフォーマーはどうしたどうですか。そうですね、今回は、まあ、前回とかからなんですけど、はい、まあ、前よりダンスに関してやらされることが結構多くなって、やらされること今よ。今の言葉から やれる機会をチャンスをもらって、ことが多くなって、多くなったもんだこそ。やることが増えたので、まあ、なんだろう、最初そうなった時は自分がちょっと分かんなくなった時があって、俺ってなんだっけかなって思って、一瞬、まあ、毎日やっていくリハの中で整理がつかないことが多くて、で、まあ、でもまあ今はもうやっていくうちに結局自分ができることをもう一回整理できるようになったので、まあ、ステージに立つ上でしっかりこの瞬間を見せれるんだろうなって思って、まあ、取り組むことができるようになったので、まあ、いろいろもういろんなこと多分自分愛さんの現場入ってからやらされることが、
もちろんフライングもだったし、もともとはアクロバットしかやってなかったんですけど、アクロバットもだし、フライングもだし、ダンスに関してもだし、こんだけできるっていう現場はないと思うんで、本当勉強になっててあります。器用だよね、やっぱりトモキは。まあそうですね、できちゃうっていう。そうですね、なんか私が見てちょっと分かんなくなるけど、ここトモキ踊ってるんだっけ、アクロバットしてるんだっけっていうなんかどっちも、ね、レベルが上がってきてやっぱりなってるからすごいなって思いますね。さとみさん聞いたの、さとみさん、はい、あの今までのところのリハ終えてみてください。そうですね、もちろんご本人に直接お伝えする機会なかなかない。これちっちゃいな声出てきました、はい、毎日オスがこう私たちを引っ張ってくださっているのはすごくかっこいいなって思っていますし、やっぱりみんなが踊る姿を、まあ、リハ中はすごく夢中ですけど、やっぱりちょっとこう見えるし感じるとすごくやっぱりプロの本当に素晴らしい人たちが集まってる現場なんだなって思います。さとみ氏のキャップがちょっとなんか何かのオタ感がね。オタ感って、さとみ氏はオタ、さとみ氏っていう名前がもおさんのオタ。ウィーンときて、じゃあティミーさん、どうですか、あの、ね、今回のツアーに近づいてきましたけど、コーラスとあと音楽も、うん、はいはい、作って、うん、あのその音楽がダンサーズとのタイミングとかビジュアルとかがすごい難しい、バランスが難しいけど、うん、楽しい、うん、大変でも楽しい、大変だけど楽しい、頼もしいですね、やっぱりその、あの音の専門的なことについて、あの普段も仲がいいので、うん、プライベートでも、うん、やっぱりなんかそのよく会う仲のいい相手がそうやってあのステージを一緒に作る仲間でもあるっていうことが、なんかあの急にすごいくだらない話もするし、なんか急にすごい真剣な音の話もできたりとかして、なんかそれがステージに反映されたりとかしていくのがなんかすごく楽しいですね。仕事となんか遊びの境界線がないっていうか、仕事がその遊びなんだけど、まあ遊びがそれもぐるぐるになってるっていうね。ヨモギさんどうなんですか今まで。本当に普通コーラスって言ったらもう後ろでただ歌うだけって言ったらちょっとあの語弊があるんですけども、でもここの現場のあゆさんからいろんなことを経験させていただくことが多くて、でこれぐらいで大丈夫かなと思った以上のやっぱりあの完璧さをやっぱり求めてらっしゃる方なので、もう一個一個のいろんなもので自分がチャレンジさせていただいたことですごい、なんて言うんだろう、あ、こんなことが経験させてもらえるんだっていうようなこともたくさんありますし、あとはティミーさんもすごい、優しくいろいろと音楽的なことを教えてくださるので、もう本当に毎日毎日が勉強です、はい、させていただいてます。だから今の話聞いても、まあ、ジンさんなんかあの、はい、私はだからダンサーだからとかって油断してると、それ以外のこともいろいろやる機会があったり、まあね、パフォーマンスの方も踊ったり、ね、音楽作ったりとかっていう、はい、なんか決まってないって役割が僕の中で勝手に最近思ったんですけど、まあ、一応僕たちダンサーじゃないですか、はい、まあ、プロダンサーになるわけですけど、はい、プロダンサーって肩書き捨ててプロエンターテイナーになろうかなっていう、で最近自慢してるんですよ、みんな自慢してる俺プロダンサーやめたからプロのエンターテイナーです一瞬だからやめたぜってみんななるけども、まあ、そのもっと大きい枠というか、っていうのを勝手に自分の中で、まあ、そのくらいの気持ちを持ってやった方がもっといろんなことを吸収できるし、なんかそういう方がなんかいいんじゃないかなって僕たちに今やってることに関して言うならば、なんて思いました、はい、そうならないとやっぱり浜崎さんの求める要求にはやっぱりなかなか応えていけないっていうぐらいのことになってるわけですもんね。そうですね、なんかこうね、役割に、あのそんなになんかなんだろう、みんなあんまりカテゴライズされてないというか、あの壁がない感じっていうか、いつでもどこにでもこう飛べるように、みんなあの常にこうフットワーク軽くいてくれてるなっていうのはすごい、あの
感謝してます。あの皆さんからちょっと質問来てるんです、はい、あ見てる方から、はい、みんなの T シャツ超可愛いんですけど、これ新しいグッズなんですか、何ですか。そうなんです、これすごいたくさん皆さんから、これね後ろも可愛いんですよ。え後ろどんな感じなんですか。あ、ね、あこれ今回の、はい、ツアー T シャツです。ツアー T シャツ、はい、これは見に来た方もゲットすることができる、はい、そうです。なるほど、だからこれみんなすごい見てる方気になってて、これ今度のツアーの会場で買えるんですかみたいな。買える、買えるよ、買えます。あ、あそう、 T シャツの後ろも見せて見せてっていうね。今ですか。そうですよ全部、はい、曲のタイトルです。私のあの曲のタイトルでがいろんなその、はい、グラフィティみたいな曲を書いた、はい、そうなんです。多分それもだからね、その今 LINE LIVE とかで見てる方はどの曲が書いてあるか。これね、カラフルなバージョンとかもあるんですよ。 あるんですか。あの全部に色がついてる。あそれも可愛いので、うん、はい、なるほど、はい、でさらに、あ、ごめんなさい、これスバルさん、スーさん、はい、あの見てる方からダブルピースしてくださいっていう、あの、はい、あの赤いランプがついてて、よろしいですか。あ、お願いします、はい、本当にあのできればカメラがこういった瞬間にこういうやつ、こういうやつもう一回、じゃあ、赤いランプがついてるやつ、本当にならなかったよよよよみたいな、あとこれジンさん、はい、あゆさんの曲で、はい、一番この曲が好きっていうのは何の曲が好きなんですかって質問は、なんか、いやー、その質問来ました、ね、あれそれはねなんか やっぱね選べないじゃないかね、そんな、まああの、はい、本当いろんな曲、まあ、ライブの中でも踊ったりもしますけど、はいはい、そうですね、一番が難しいけど、やっぱ自分が振り付けした曲が強く残る思い出が、うん、そうですね、カラオケで歌うのはカーテンコールが好きなんですよ。それさ、本当言うよね。そうなんですよ。カラオケで歌、カラオケ見たことないですか。ジンさん歌うまいんですよ。全然あります。めっちゃうまいんですよ。ちょっとあのそれはあれですか、あのいわゆる振りってことですか。いやでもあのほとんどの人ジンさんの歌聞いたことはあるよね。あ、そうですね、あの MC 中によく歌うから、ショーマストゴーンとか、うん、あの説明とかで、でも本当はカーテンコールが、まあそうですね、なんか一番なんかシンプルにこう入ってくる曲というか、はい、結構マニアックな感じなんですけど僕の中で歌い上げたいんでしょ、そういう振りやめてくださいカーテンコールが好き好き、そうですね、はい、あとあの、まあ、皆さんからの質問があまりに早すぎてね、ちょっとまたあのスタッフの方が、ちょっと、はい、見つけた質問があればあの、はい、ぶつけていこうと思います。あと実はですね、こういうコーナーを今日はやりたいと思います、このスタジオにいる、ね、ダンサーパフォーマー、そしてコーラスの皆さんのメンバー全員から、メンバー全員から、はい、浜崎あゆみさんに対しての質問や要望を書いて、はい、いただきました。それがこちらのボックスに入っております。じゃあこれちょっとジンさん持っていただいて、はい、これ実際に浜崎さんに弾いていただいて、要望とかあんの、あそれ普段にこれね、弾いたやつはパスとかなしですから。あ、はい、なんでしゃ普通に喋ってる時言ってくれたらいいやんそれえ、弾いていいんですか。これ時間までいきますよこれ、はい、じゃあちょっと あじゃあ行きます、自分で読みます。あ、じゃあお願いいたします。ね、これスバルさん、あ、来ましたね、はい、今日一日好きなことしていいと言われたら何をしたい。もう今日逆にもういわゆる音楽とかを作るとかじゃなくてもそういうの一回もう忘れてくださいと、あのライブのことがもうやめて、もう今日だけやめてくださいと。私毎日好きなことしかしてないです。出ました、かっこいい、かっこいい、あ、いやすげーっすよめちゃくちゃいい答えです。あ、ね、かっこいい、ま、毎日好きなことしかやってないけど、そうですね、なんか、うん、改めて聞かれたことなかったんで考えたんですけど、じゃあでもいい、じゃあ一旦音楽とかから離れて、離れる、もう離れる、離れる、もうそれは離れる、はい、特にないですね、なんか、うん、他にしたいこと、なんかどこかに出かけたいとか、うん、なんかこういうものが欲しいとかっていうよりは音楽に触れてる方が、なんで消えたの、あれ急に消えたよね今うんですね、あ、例えばじゃあここにいるね、あの
13人のメンバーを連れてみんなでどっかに行こうって言ったらもうどこに連れてきますもう1日、1日もみんなで行こうよ。なんかみんなが自由に遊んでくれてるようなとこごめんなさい、今の現地解散みたいな言い方でしょ今そこまで面倒見てないよ的なね、着いたよピャーってこうね、で5時に集合みたいなそういう、うん、あ、着いた、あ、着いた、びっくりしたね、分かりました。毎日楽しいことをして、はい、好きなことしかしてない。じゃあ次、はい、まだまだいけますよ、まだまだ。じゃん、お、じゃあいただきます。はい、お、ペイさん、ペイさん来ました。あゆさんがライブの前に必ずやるということは何ですか。必ずやる、ライブの前に必ずやる、必ずやる、なんだろう、もう決まってるんですか。会場入ったらこれやってこれやってこれやってこれやるとか。なんかもうでも人生の一部にライブがあるから、うん、あんまりなんか気にしてないというか、まあ験担ぎみたいなこともなんかないですし。あ、験担ぎないんですか。はい、なんだろう、あんまり喋らないとか、うん、あ、喉使わないようです。そうですね、あ、でも普段もあんまり喋らないんであんま変わらないかなでもまあ意識してあまり喋らないようにはしてますね。そのくらいですかね。ステージに上がる前は必ず、うん、ステージに上がる前はなんだろうな、最近すごいくだらないことでもいいですか。最近はハムチーズサンドを食べるっていうのもハムチーズサンド言わなくてよかった。いや、逆に皆さんは、私も明日ハムチーズサンドを食べようような方だと思う。多分ツアーの会場に入るときはみんなハムチーズサンドを食べてから入ろう。うまいっすよね。うまいっす、ハムチーズサンド絶対うまいっす、間違いない。間違いない、間違いない、そんなことぐらいしかないです。すいません。最近ハマってるのはハムチーズサンドハムチーズサンド、わかりました。はい、はい、じゃあ、まだまだまだ、もう何ならもう全員行こうぐらいの勢い。はい、よいしょ。これは誰かというと、あ、ここティミさん、これ、はい、じゃあティミさん、これ読んでください。 Okay, so what was your least favorite subject at school? At what? At school. 一回訳してもらってもいいですか。学校で好きな科目、least favorite, the one you hated most. Least favorite、 yeah. 嫌いってこと、数学、あ、苦手、なんか、うん、答えが決まってるのが嫌だった。ああ、またスバルさんかっけーみたいな顔で今完全にお客さんにやばい、あ、あ、そうか、もうこれしか答えがないっていう。そうですね、一つしかないのがすごくなんか小さい時嫌でしたね。いや、まあ、で逆に好き、好きっていうか、なんか国語とか、こう自分の想像力をプラスできるものが好きでした。うん、なるほど。まだまだいきます、はい、まだまだいきますよ、まだまだ時間で、はい、はい、よしも全長、はい、お、ともきさん、でもね、もさ、これもさ、自分でこれなんてか覚えてます本当にこれ、じゃあ読みますけども、僕のことどう思いますか一応ハートマークがついて、僕のことどう思いますか、ハート、チャラいなと思う。そこないですよ、そこないですよ、振られたのさ、無理やりさ、振られたの無理やり、そんなことないし、お前俺のこと好きでしょみたいな言わせようとしてる。そんなチャラいから俺チャラいよ、チャラいよ、なんだろう、身のこなしとか喋り方がチャラい実際はすごく男らしいじゃないですか、真面目だし、男らしい、真面目、はい、だけどある面は真面目だし、うんうん、でもなんかすごい喋るの早いんですよ、はい、早口で喋る、で、なんだろう、こうなんか身軽だからなのかな、うん、なんかでも体もファッファしてるからいつも、はい、なんか全部適当に言ってるように一番ダメなやつですね気をつけよう、これから像に見えるけど本当は真面目です。そうですね、はい、まだまだいきます、はい、まだまだいきます、はい、時間ありますよ、はい、はい、次は、はい、お、カズマさんですもんね、はいはいはい、もし朝起きて、朝起きたら僕になってました
朝起きてあれなんかおかしいぞと思って鏡見てあれカズマさんが乗ってるっていうね。まず何をしたいですか。まず何をする。お腹触る。お腹触る。自分の。自分のお腹触る。そういうこと。いやなんかあゆちゃんじゃないから自由にできるっていう。あ、そうか。そういうこと。そうか。なんかそういうことも普通にパッと歩いたりとか。カズマになれたらじゃなくて。もうなっちゃってる。なっちゃってるんですよ。男だからできるとかも、うん、なっちゃってる。なんだろう。道を歩くとか普通に普通のね普通の一般の感じ、ね、そうかそうか、まあ、どこでも行きますね。好きなとこね、やっぱり誰も自分を知らないっていう状況で絶対に知らないって 100% 分かってる、言い切れる状況で道を歩いてみる、うん、堂々と歩いて、うんうんうん、その日がツアーだったらもうそうそうそう、あ、今日ツアーだ、カズマだ、俺はカズマになってカズマだ、カズマだったらライブだ、やばい、私が起きてカズマでその日本番だったら、はい、あのファンの人がいっぱいそんなとこをわざと通ってみます。あカズマはどんだけ人気もあるかなへーって、まだまだ行けます、はい、まだ行けますよ、もう全部行こう、全員、はい、はい、すみません、はい、おじいさん、これ最後がいいな、俺的に。あ、オッケー。これ次、最後に。はい。じゃあ最後。はい、はい。お、さとみさん。はい。はい。舞台のアイディアが舞い降りてくるのは朝なんですか、夜なんですか。舞台、あ、こっちこういうことやりたい、パーってこう。なんか日が出てる時間に、なんか芸術的なものが浮かんだことはないですね。ないんですね。ってことはつまり夜。そうですね。なんか朝方とかが多いですかね。じゃあちょっとうどうどじゃないけど少し眠くなってきて。そうですね。なんかこう何かを作りたい時って寝てる時もずっと作りたいっていう気持ちがあるから、なんか寝てる時も考えてるから、こう夢にも出てくるし。ちょっと眠りが浅くなって目が覚めた時に、うん、あのそうするとあ、なんか今夢で見たこれやってみたらどうなるんだろうとか、うん、って感じですね。今までもじゃあ実際にツアーでやったことでなんかハッて起きた時にこう覚えてたことをこれやってみようと思ったこととかたくさんあります、うん、曲作る時もそうですし、うん、なんか夢で聞こえたメロディーとか、うん、起きて残ってて、うん、素敵だなって思って使ったりとか。それはどの曲かは覚えてないですか。たくさんありますね。あ、たくさんあるんですね、はい、あ、じゃあ今回のこれからやるツアーも何かそういう時に出てきたものが何か、はい、はい、あると思います、ね、だってなんか朝早く起きて昼間振り作るとかできる、できます。あ、結構僕も夜の方が、うん、なんかそんなことない。そう、ね、ずっと考えていつか飛んでる。あ、常に考えててそういう瞬間に覚醒と反覚醒みたいな感じで、そうですね、うん、まだ行きます、はい、まだまだ行きますよ、行きましょう、全員行こう、はい、はい、はい、すいません、はい、はい、ヒカルさんね、ヒカルさんがあ、これ何何何寝るときは何を着て寝てるんですかって気になるね、確かに気になりますよ、うん、寝るとき何を着てるんですか。私すごい心配、それとも、てんてんてん、それとも、むしろ、どんな感じで、ちゃんと、はいはい、ちゃんとパジャマっぽいものを着て寝るっていうか、あのそうしないともう切り替えができないっていうか、なんかこう、まあ、リハでも仕事でもいいんですけど、行って家に帰ってきてその同じ服装のままでいるのがすごい苦手で、もう帰ってきたら即何でもいいから着替えるっていうのが昔からの癖で、多分なんとなくもうその着替える瞬間に自分でスイッチをオフにできるようにっていうかだと思うんですけど、で寝る時もまた着替えることで今から寝るんだよっていうのを、もう一回寝るって着替えて、はい、はい、じゃあ分かりやすくもう、そうですね、寝る格好っていう格好をして、はい、もうあのパジャマとか書いてあるのもあるし、パジャマって書いたのもあるんですか、うん、あ、いいですか、想像ではなんかもう、なんていうの、
ネグリジェっていう。ネグリジェ。あのシルクのね。シルクの光沢なネグリジェ。あ、ちょっと、もしかしたらそういうの持ってるかもしれない。かもしれない。そのなんか、パジャマ。はい。まだいけます。まだいけます。普通だったらあのインタビューで聞かれないようなこともどんどん聞かれるという。はい。はい。はい。すみません。はい。はい。おりぃさんね。はい。今ハマってるブランドって何かあるんですか。なんかもうリーの世代っぽい感じのね。今ハマってるブランドなんすかっていう。ハマってるブランド、そういう後で LINE するよじゃあ。じゃあそれで気になってたんじゃんね。なんか今浜崎さん気になるね、好きなブランドね。いいわ。僕は LHP が好きです。おじさんには分かんない。じゃあそれは個人的にじゃあ LINE していただいて。はい、そうですね。まだいけます。まだいけますよ。はい。はい、すみませんね、はいはい。お、岩谷さんね、オフの日によく聞かれる音楽は何ですかってね。オフの日、あ、だから自分の曲はじゃあ一旦置いといて。あの、聞かないです。え、昔から聞かない。聞かないですね。なんか、音楽が流れちゃうとどうしてもなんかこの音ってって考えちゃうというか気になっちゃう。なんかそのオケだったりとか、なんかボーカルとか、なんかいろんなことが気になっちゃって、例えばこれいいなとか、これ好きじゃないなとか、なんかどうしてもちょっとこう仕事っぽくなっちゃうっていうか、なのでできるだけあのそうじゃない時は仕事のことを考えないようにしてるので、音楽を聴かずに。何もない時はすごくなんか、なんていうの、なんかリアリティ番組みたいな、あの見たり、こう、そうですね、何も考えず見られるのを見たり、はい、逆に音楽聴かない、聞かないですね。まだありますよね。はい、まだ行きましょう。もうせっかくだからもう全部行きましょう。はい、はい、全部引いちゃう。引いちゃう、引いちゃう、くっついちゃう。いや、全部行く。じゃあ上から行け、上から、上からね。リサトさんね。はい。あ、あゆさんの苦手なもの、逆に今すごい好きなもの、どっちも知りたいんで教えてください。もの？もの？こととかでも。苦手なもの、こと。苦手なもの、苦手なもの、なんか面倒くさいこと。ね、面倒くさいことね。はい。私せっかちなので、なんか周りくどい言い方をする人とか、なんかこうせせこましいことをする人とかは嫌いです。今みんなが自分の胸で、あれ大丈夫かな俺っていうね。好きなものはもう本当にその逆になっちゃうんですけど、分かりやすいものとか、うん、あの信念を強く持ってる人とかですね。あのはっきり自分の意見を言える人とか。これは皆さんはみんな あると思います。あるからね、ここにいるんだと思いますし、ね、はい、まだあります。伊関さん、はい、どうしてもこれが知りたいっていうね。もう今までなかなかやっぱ直接聞ける機会ないですもんね、はい、もうついに聞きますよ、はい、聞きますよ。お風呂は、入ったらどこから洗いますか。本当にそれ聞きたかった。もうどうしても聞きたい、もうこの機会しかないっていう。昨日の休憩中でも聞けて。俺に教えるのか。俺皆さんね、まず新さんがどこから洗う。左腕です。じゃあまたいつかの機会聞いといてください。聞いてくださいね。何するよ。みどりさんね、みどりさん、はい、お、ライブ前の、あ、でもこれはもう勝負飯ね。あ、すいません、今だからハムチーズサンドですよね。ということですよね。今はハムチーズサンド、はい、じゃあこれから5月からのも多分ハムチーズサンドとりあえず行くかなっていうね。なんかいつもあの変えてるので、多分なんかあの、じゃあまた何か、はい、決まったら LINE します。LINE します。半分ぐらい LINE でやりてね。決まっちゃったので、まあね、さあそして、これごめんなさいね、いろいろ全部まとめての気持ちなんですけど、あゆちゃんにとってライブとはとか、本当にあゆちゃんはライブアーティストというんですか、うん、とにかくライブに命をかけてるイメージが僕はすごいあるんで、なんかそれどういう感覚なのかなっていうのは、まあ、ちょっとやっぱ聞いてみたいな。これだけやっぱり近くにずっといてもまだどういうふうに思っているのか、ここで改めて聞いてみたいっていう、はい、ライブとは生きることですかね。なんか楽しみだけじゃないし、
でも辛いことばっかりじゃないし、うん、やっててよかったって思うこともあるし、なんかそれとは反対にもやってられるかって思うこともありますし、切ることですかね。想像以上に深かったですね。みんな頑張ろうな。改めてじゃあそのツアーのチケット情報をここで見ておきましょう。画面の下に出てきますからね、それチェックしてください。5月からいよいよスタートしていきます。現在だと5月から8月分までの公演が、今チケットね、今でただいまより受付スタートなんて書いてありますけども、なんと今回特別に特典付き特別チケットを販売いたします。これいいですよ。この番組今もね1時間経ってもうすぐ終わりますが、そして終わったら番組終わりであゆと、そしてメンバーの皆さんで写真を撮ります。はい。でその写真をスペシャルポストカードとして、プレゼントすると、数に限りがございますので急いでゲットしてください。申し込みはオフィシャル、浜崎あゆみさんのホームページをぜひチェックしていただきたいというふうに思います。最後に、ね、改めて5月1日令和の日から始まりますあゆみ浜崎トラブルツアー 2019-2020A ミスアンダーストゥッド、ね、向かう気持ちと、あと、ね、この時間に LINE ライブを見ていただいた皆さんに浜崎さんからメッセージをいただいてもいいですか。はい。こんな感じで、うん、なんて言うんでしょうね、エンターテイナーのみんなと一緒に毎日試行錯誤をしながら、みんなに何を届けられるかなって、この時代に何を伝われるかなって思いながらステージを作っているので、期待だけして遊びに来てください。はい。5月1日からのライブ、皆さんぜひ遊びに来てください。楽しみにしていてください。以上で久々ですけども公式のね LINE ライブ終了になります。また早い、3年ぶりと言わず、そうですね、 やりましょうよ。はい、ぜひ、ね、うん、また次回の LINE ライブでお会いしたいと思います。改めて、はい、浜崎あゆみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ楽しみに。